福島県田村市の芦沢大軒橋。毎年4月の初めになると地区の人々が集まり、お人形様の衣替えをする。これ耳。耳。耳たぶん。あ。ばあちゃん、これってどこの部分なんですか。大きい。大きいね。ばあちゃんはもう何年やってんの。40年からやってくね。いや、年取ったから今年は変わっかと思ったけど、苦しそうがね。お人形様の顔を描く人は顔を描く人とか決まってるんですか、昔から。まあ大体決まってるね、こうやって見ると。この目がから、この目がから、昔は顔料だから毎年毎年やらないとダメだってことですね。西田の手倉敷で、はい、あそこでよくいただいてきたって言ってましたね、その顔料。なんかそういう、まあ、なんて言うんでしょうね、やっぱりね、人間のつながりみたいな、でそれでやって、やっぱり毎年やらないとっていう、ね、いつの間にか今度は優勢になったから、もうある意味では厚化粧になっちゃうんですけど。お人形様にお戻り願う時間となった。あ、いいの、今日入ったら今度神様の着替えということで、この後は撮影を自粛したが、お人形様はすっかりと新しい衣を身にまとい、人々は本年もよろしくと神戸を垂れ、おみきを飲んで山を降りた。あとこっちがいいのかい、これ。さて、来年はというか今後はどうなるんだろう。さっきのおばあちゃんの、いや、年取ったから今年は変わっかと思ったけど、苦しそうがね、といった言葉が気になったが、それはいらぬ心配だった。このお人形様の衣替えを守ってくれる彼のような若い人がいる限り、大軒橋のお人形様も災いや疫病がこの地に入らぬようしっかりと守ってくれるはずだ。オール田村.TV